ゼレンスキー政権内不和化、米紙タイム報道、波紋広がる。ロシアとの紛争が続く中、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は政権内部の不和の嵐に直面している。10月30日付のタイム紙の最新記事、ゼレンスキーの孤独な戦いは、政権内部の緊張と勝利への揺るぎないコミットメントを持つゼレンスキーが突きつけた課題について掘り下げている。ゼレンスキー大統領と様々な政権幹部へのインタビューに基づくこの報告書は、ウクライナ指導部内で広がる分裂を浮き彫りにしている。ゼレンスキー大統領自身は、私ほど勝利を信じる者はいないと胸を張るが、占領地全土の奪還を執拗に追い求める彼の姿勢はチーム内に緊張をもたらしている。大統領の融通の利かなさが、特に停戦交渉に関して守備一貫した戦略や方向性を打ち出す妨げになっていると懸念を示す高官もいる。ある高官は匿名を選んだが、早期停戦交渉に関するアイデアをゼレンスキーに持ちかけることは政権内ではタブーとされていると明かした。このような指導部内の不和は、侵攻が長引き国際的な支援がますます不透明になっている重要な時期に生じている。溝が深まっていることを最も如実に物語っているのは、戦略会議での大統領の行動の変化だろう。侵攻当初、ゼレンスキーはユーモアを交えて議論することが多く、愛想の良い態度で知られていた。しかし、タイム紙の報道によれば、彼は最近、報告書が提出されるとすぐに戦略会議を抜け出し、それ以上の審議に加わることなく命令を下すようになったという。このような彼のアプローチの変化は、内部の緊張が深まっていることを浮き彫りにしている。大統領に近い高官たちが表明している最大の懸念は、完全勝利を追求するゼレンスキーの頑なな姿勢が、ウクライナにとってより悪い結果を招きかねないということだ。紛争が続くにつれ、領土回復への願望と現実的で持続可能な和平へのアプローチの必要性とのバランスを取ることがますます難しくなっている。ゼレンスキーの一見不屈の理想は、長期的には無数のウクライナ軍兵士や市民の命を危険にさらすことになりかねない。紛争そのものが不確定な時間軸と増え続ける死傷者を特徴としているため、別のアプローチを検討することが不可欠なのだ。大統領の姿勢から逸脱しようとせず、助言者の提案や懸念を明らかに無視する姿勢は、ウクライナの将来と市民の福祉に懸念を抱かせる。失われた領土を取り戻そうというゼレンスキーの決意が愛国心に駆られていることは間違いないが、こうした野心と現実的で持続可能な戦略の必要性とのバランスを取ることが不可欠だ。経験豊富なアドバイザーや部下の助言を無視した道を進むことは、最終的にウクライナとその国民にとってより重大な課題をもたらすことになりかねない。タイム紙の報道が明らかにしているように、ゼレンスキー政権は内部の不和が永続的な解決に向けた進展を妨げかねない重大な局面に直面している。勝利への願望と現実主義や外交の必要性とのバランスを取ることは、慎重な検討を要する課題である。結局のところ、ウクライナの人々の幸福と安全こそが、現在進行中の複雑な紛争を乗り切るウクライナの指導者たちを導くべきものなのだ。ウクライナがATACMSミサイルでクリミアを攻撃。劇的な出来事として、ウクライナは10月30日、占領下のクリミアに歴史的な攻撃を仕掛け、米軍の長距離ミサイル ATACMSを配備した。この前例のない動きは、クリミア半島をロシアの軍事占領から取り戻すというウクライナの戦略の大きな転換を意味する。ソーシャルメディアは、セバストポリ近郊で複数の爆発が発生し、市街地と湾に煙が立ち込めたという報告で賑わった。占領軍はこの攻撃に対し、防空活動は活発だと主張した。テレグラムチャンネル、アストラは現地情報筋の話として、爆発はミサイルと対空陣地を狙ったもので、ロシア軍兵士17人が負傷したことを明らかにした。その後、ロシア国防省は8発のストームシャドウ巡航ミサイルを迎撃したと主張した。ウクライナの戦略通信総局は後に、標的はクリミア西岸にあるロシアの対空防衛システム内の戦略的施設であったと明らかにした。アストラの情報筋は、この施設は先、軍モロクネ村の近くにあるロシアの S-300 対空ミサイルシステムであると特定した。南方防衛軍のナタリア・フメニューク報道官は、
この攻撃はロシアの軍事力を弱体化させる強力な段階だと述べた。ナタリア・フメニューク報道官は、特定の施設を標的にすることはより広範な戦略の一面に過ぎないと強調し、最終的な目標はウクライナのクリミア半島をロシアの軍事支配から解放することだと明言した。ウクライナ軍を率いるバレリー・ザルジニ将軍はエコノミスト使徒の独占インタビューでクリミアの重要性を強調した。彼はこの半島はロシアの独裁者ウラジーミル・プーチンにとって最も脆弱な場所であり、彼の帝国復興プロジェクトの要を形成していると強調した。プーチンの主張するクリミアのロシアへの返還はその正当性の礎石となっている。ザルジニはさらに、ウクライナがここ数ヶ月戦略的にクリミア半島に戦力を集中させていると指摘した。2014年の併合以来、クリミアはプーチンの軍事活動の後方支援において重要な役割を果たし続けている。ウクライナ軍、滅多に見られないロシア軍の監視ドローン、ザラ破壊、回収。2023年11月にロシア軍の監視ドローン、ザラが破壊されたレアな動画が公開されていた。2023年9月にはウクライナ兵が草原に落下していたザラを拾ってくる動画が公開されていた。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。ロシア軍によるウクライナへの攻撃やウクライナ軍によるロシア軍侵攻阻止のために、攻撃用の軍事ドローンが多く活用されている。また民生用ドローンも監視、偵察のために両軍によって多く使用されている。そして両軍でドローンの撃墜が繰り返されている。ロシア軍は主にロシア製の監視ドローン、オーラン10で上空からウクライナの監視、偵察を行っている。たまにエレロン -3 でも偵察を行っている。グラナート -4、コルサ、スーパーカム S150 というロシア製の監視ドローンもたまに見かける。またロシア軍はロシア製の攻撃ドローン KUB-BLA やザラ KYB、 イラン政府から提供された攻撃ドローンシャハドで攻撃を行っている。オーラン10とシャハドが撃破された残骸の写真は頻繁に見かけるので珍しくはない。ザラはそれらに比べるとあまり見かけない。ウクライナ軍はロシア軍の監視ドローンオーラン10は頻繁に迎撃して破壊しているので、オーラン10が破壊されても動画や写真で公開されることはほとんどなくなってしまった。だがザラが破壊された動画や写真は珍しいので、地元ではニュースにもなることが多い。上空のドローンを迎撃するのは電波を妨害、ジャミングしてドローンの機能を停止させる、いわゆるソフトキルと、対空機関砲のように上空のドローンを爆破させる、いわゆるハードキルがある。ザラは監視偵察専用機で爆弾を搭載して落下させたり、標的に突っ込んで爆発することは基本的にはない。そのためジャミングでも機能停止できる。2023年9月にウクライナ兵が草原で拾っていたザラは機能停止させてソフトキルで迎撃したものだと思われる。2023年11月に真っ黒に焼け焦げて破壊されたザラは地対空ミサイルなどで破壊されたものであろう。敵軍の監視偵察ドローンに自軍の居場所を察知されると、その場所をめがけてミサイルが大量に発射されるので、監視ドローンを検知したらすぐに破壊したり機能停止する必要がある。またロシア軍は破壊された監視ドローンを回収して部品の再利用をして監視ドローンを作っている。そのため監視ドローンといえども、中途半端な機能停止や撃墜によって落下させるのではなく、他の戦車やミサイルと同じように上空で徹底的に破壊しておいた方が良い。そうすれば部品を回収されて監視ドローン製造に再利用されなくて済む。